記録的な大雪で千歳市では24時間に降った雪が47センチ、積雪も1メートルを超え、ともに観測史上最多となりました。JR 北海道は札幌県を中心に始発から運転を見合わせ、977本が運休しました。明日は札幌と旭川など一部の特急が運行しますが、すでに349本の運休が決まっています。 午後8時半過ぎです。空港に泊まる人のために、ここでは寝袋やマット、そして食べ物が配られ始めました。新蘇生空港では滑走路の除雪が間に合わず、今日発着する228便すべてが欠航しました。空港を管理する北海道エアポートは要を徹して除雪を行い、明日朝の再開を目指すとしています。